今回はですね、毎朝たったの1分、屈伸運動をするだけで、運動が嫌いな人が早く痩せる方法、ということで紹介していきます。今回の動画を最後まで見ることで、どうすれば早く痩せるのか、分かってきます。一緒に頑張りましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、毎朝たったの1分、なかなか痩せれない、運動が習慣にならない、ついサボってしまう、そういった方でも痩せることができる方法を紹介します。毎朝1分の屈伸運動、もしくは食後に1分間、この動画を見ながら屈伸運動するだけで確実に習慣になっていきます。タートルフィットネスの運動編の PDF を手にされた方はわかると思いますが、トレーニングというのは原理や原則があります。日々運動をしていなければ、どうしても体は元通りになってしまいます。太りやすい体に戻る、筋力が低下する、代謝が下がってしまう。そうならないためには、日々積み重ねていかなければいけません。そこで大切なのが、今回のたったの1分の屈伸運動です。これを毎日、無理言いません。66日です。生理学的に習慣として身につけるには、66日間必要と言われてます。たったの1分毎朝、66日間頑張ってみてください。動画を見ながら1分やるだけです。どこかにコピペしてもらって、朝起きたら必ずやるようにする。これは通常午後からやるようなエクササイズとは別で毎朝やってください。夜やってはいけないということではないです。朝やることによって交感神経が働き、朝行うことで習慣になりやすく、1日活動的に体が動きます。そうすることで消費カロリーが上がり、痩せやすくなる、習慣になる。体力残ってる日は午後から他の動画を行う。そうすることで今より確実に痩せます。一緒に1分頑張ってみましょう。それでは紹介します。足を肩幅、ポイントは4つ。息を止めない、かかとに重心を置く、お尻をしっかり突き出す、つま先よりも膝が出ないように行う。この4つがポイントです。かかとに重心が置きにくい方はタオルかもしくは雑誌でもあればつま先に置いてもらうとフォームが作りやすいです。これを1分間やるだけです。上半身はしっかり胸を張ってリラックスです。手は前でも頭の後ろでも、スマホ持ってても手は腰でもいいです。私と同じようなペースで1分間頑張っていきましょう。息は吐きながら降りて上がりながら吸います。それでは1分間頑張っていきましょう。いきます、スタート。しっかり胸を張って、立つ瞬間に膝が内股にならないように注意です。しっかりかかとに重心を置いて、私と同じようなペースでやってください。しっかりももが水平まで、一番ももに効くステッキングポイントを意識してください。腰が丸くならないようにです。胸を張ったままかかとに重心を置きます。どうですか？一緒にやれば辛くない。頑張っていきましょう。あと少しです。はい、 OK です。お疲れ様でした。たったの1分、これを毎朝動画を見ながら継続してみてください。習慣になれば全然辛くなくなります。今ぐらいのスピードで行うと膝も痛くなく、しっかり胸を張っていれば腰も痛くないです。動画を見ながら何度も頑張ってください。コメント欄を自由に使ってください。何日目丸、何日目丸っていう感じで66日間を目安に継続してください。習慣になった頃には体重も下がってるかもしれません。頑張ってみてください。頑張っては勉強だったよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS もやってますので、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。